ジオ爆笑問題の日曜サンデー、ここ赤坂応接が本日のお客様、うん、リーダーこと渡辺正行さんなんですけども、なんかちょっとまだいらっしゃってないんですけど ね、リーダーリーダーリーダーあリーダーリーダー待たせたな。なんで笑っちゃダメでしょ、そこは。なんで笑っちゃダメでしょ。自分でも若々しくなったらどうするんですか。えこれだってさ、なんか適当に読むじゃん。いや、だってどう、俺、もっともっと気合を入れて呼んでくれたらさ、リーダー、リーダーもっと気合入れて。こっちも恥ずかしくて、そんな本腰みたいにできないんですよ。俺もなんか来るのが恥ずかしくて。ねはい。リーダー、はじめまして、はい、山本と申します。どうもはじめまして、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いいたします、はい、新しい明治の後輩です。そうなんです。明治なの？明治大学なんです。大先輩です。何学部？文学部です。文学部だね、はい、やっぱりね、英米文学科。違います。あ、違うんだ。小宮が英米文学科、ね、適当だ。何そのトーク適当な、すごい。でもナンパしてる時のテンションですよ。 TBS は明治出身のアナウンサーが多いよね。多いんです。そうなんです。安住さんもそうですし、なんだっけ、女子のさ、先輩の方いらっしゃる。水野さんとかですかね。あ、高畑さん。高畑さん。うん。うん、もう明治じゃないですか。明治です、明治です。そうなんです。で、一緒に、高畑と一緒に、明治の交友会の、千葉大会の司会をやったの。はい、そうですか。千葉大会。千葉大会って何ですか。いや、明治って、もうそんな話してもいいの？いや、いいです。明治って、その交友会とかがすごいんだよ。あ、そうですか。結晶が硬いんだ。うん、で、その、全国にあるの、それが。あ、そうなんだ、ね。それを全国、毎年、いろんな、県に行って、200、3日ぐらいで、そのイベントをやるわけ。はいはい。それで、その高畑さんと一緒に、司会やって、それだからちょっと、学長とかもいる、全部いるじゃん。その中でやるんだけど、緊張するんじゃん、最初は。みんな偉い人たちなんか。一回パン一丁ですもんね。うん。でも最後ね。言うんじゃねえよ。人の会話はさ、全然聞いてないじゃない。リーダー。違う、よく聞こえないのよ。アクリル板がある。どうしたんですかね、司会やって。でも最後にね、明治大校歌歌うわけ。その頃にはもうさ、みんなでも肩組んで、うわ、そんな。すごいんだ、結束固いんだ。え、泣いたんでしょ。涙もろくなってるから。みんなが楽しくなるわけ。もう本当に何言っても全員明治だから。何言っても全員。そうですね。明治の人が集まってますね。その話題で一つになれるんですよ。どうですか。あんまりなんか乗り気じゃないですけど、山本アナは。山本はある、山本じゃないです。山本じゃないから。在学中、はい、先輩に赤信号のリーダーがいるっていうのは、いや、それがごめんなさい、存じ上げて。誇れる先輩ではなかった。なんか、今のところは嘘ついてもいいんだよ。もちろんですって、すっと流せば、でも。それでいけたじゃん。ごめんなさい、ちょっと嘘つけなくて。名門なんですよ、知見の、明治のね。そうですよね。そうですよね。三宅裕司さん。ね、立川志の輔さん。ほら、今。ね。だから志の輔さんの名前、こう、三宅さんとか名前があるんですよ。その名前を継いできたの。知ってます。本当に知ってる。それは本を読んで知りました。本を読んで知ったって。本を出したんですよ。本出しました。はい。後にちゃんとご説明させていただきます。それだけのために。それだけのために。あれどうなんですか。本の宣伝のためだけに。調子はどうなんですか、本。いや、ね、意外に評判がいい。意外に評判がいい。意外に。適当な、また。適当にさ。だって始めるときに、週刊大衆の連載だったの。それをなんかまとめて、最初に始めるときに、これ、行く行くは、一冊と本にしましょう。そんな、大体もうリップサービスかなと思うじゃん。そしたら本当に一冊になって、しますと、本当にええつって。ほんで、ちょっとじゃあ、書き出すわ、とかつって。リーダー書き出したらそうだよ。だって、それ、あと、何、つなぎとかさ。絶対ゴーストいるよね、あれ。ゴーストもいるけど。だってさ、情報が多すぎんだよ。そうなんだよ。リーダー、こんなこと知らねえだろ。その情報を、全部こういうのが、こういうのを持ってきてくれるわけ。そうでしょ。それを話して、どこかまとめて、知ってたようなさ、細かいところでいろんなのを集めてくれるわけ。それを全部俺がこう。あれ確か読み応えありますよね。そうなのよ。だから、意外に、なんつうの、まあ、そんなに興味ないでしょ。いや、すごくあります。お笑いは好きなんですよ。お笑いは好きなんですよ。そうなんですよ。暇さえあればルミネ行ったりするんですよ。そうなんですよ。あ、そうなの。この間のタイタンシネマライブも行きました。でも本当に本を読んだ時に、リーダーありがとうっ
って本当に思いました。本当。いやだから、うん、その私の大好きな芸人さんたちを輩出するそのラママを開催してくれたっていうところが、うん、もうめちゃくちゃもう嬉しくて、うん、あ本当に渡辺さんがいらっしゃったからリーダーがいるから今のエンタメがあるんだ、うん、リーダーじゃなくてもあのラママがあればいや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 同じことじゃないあれはライブハウスですから ね, ね, ねリーダーですしね、うん、音楽で成り立ってるところですからそうですね、うん、あでもあれでね本当になんか意外にお笑い系の人がお笑い好きの人が、うんそうでしょ。え、好むんですか。いや、あれ、その貴重な話も結構ね。で、しかもリーダーの、うん、あの、なんつうの、テアトルエコーから、うん。そうそうそう。ね、あの辺の話も俺知らなかったこと、結構あって。あの辺、だから自分の自伝みたいなところがあってね、その80年ぐらいから俺がデビューしてるじゃん。うんうん、その辺までのなんかこう、若い、ね、若い子たちが、どうやって売れていくのかみたいなところとか、うんうん、で、今度はラママが始まってっから、なんかこう、うん、ね、うんなとか、それがこうやってどういうふうに売れてきたとか、うん、どういう若手が出てきたとか、意外にこう、お笑いの歴史としてもなんか、あれは面白いと思う。本当に。コント大変太平洋って俺ら一回ね、うん、営業行ったことあるよね。そうだ若手の頃、新人の頃。だからあ太平洋さんに見てもらってたんだとかって知らなかったから。杉さんとか杉師匠も懐かしいね。杉平介さん。そうね。もうああいう人と出会ってなかったら今の俺たちはなかったからね。そうですね。ストリップ劇場、ね、ストリップ劇場でやってたんですよ。ね本に書いてあってびっくりしました。うん。そこの時にもうだらけたもう下ネタばっかりのコントやってて、はいうん、もうダラダラでダラダラ今だにそうですけど今だにじゃないよその時に漫才ブームが来て、でも3人とも解散しようってその漫才ブームストリップ記事の楽屋で見ててでも解散しようっていうふうになっててでその時にたまたまもうこの漫才ブームにちょこっとこうカットの引っかかってさだこれ、ね、今話してます3人とも本読んでるんで、はい、いやいやでもそれリスナーの人はリスナーの人がその辺も書いてあるんでねそうだねただちょっとリーダーでもさっきから見て見ぬふりをしてるものがずっと目の前にあるものがあるんですよなんでお前さだからおかしいでしょもう年よいやね、あじゃあいいです。あとで僕らで飲みますから。それしか芸がないんだから。それしか芸がないって。ちょっと待ってくれよ。本当にさ。コーラだけでやってきたんだから。そんなことないよ。そう、お、まあ、だから本当しばらくやってないんだもん。うん、いやそんなことがしょ実は意外とやってるし本当に意外とやだってこういうコロナ禍じゃん今いやまあコロナ禍関係ないし一人で関係するもんだからはいはいあーコーラのビールがちょっと待ってなんで冷やしたのか出た出たあれ美味しいと思って冷やした方がコーラは冷やすでしょそうですよ冷やした方が美味しいですもん何回ここでやってんだよなあ、わかってるじゃん、もう。温めてる、手で温めてる。あの本スタッフも読んだのに。今から温めてももうダメだしさ。なんで冷やしとくの？さん見たことないよね。見たことはないです。生で見れますよ。いや、見たい。見たい。そうすけ。本当です。あの、早飲みなんかそう。でも、だってこれ冷やしちゃったら本当早く飲めないって。いやだってリーダーが素人相手にやったら手口でしょそれ、ね、対戦相手冷やしてたでしょ飲みづらくするためにうわやっぱり常温と冷えてるの付けにね全然違うんだ、はい、じゃあちょっと先にプロフィールじゃあプロフィールの間に温めてもらって、はい、じゃあ温めてる間にプロフィールご紹介します。本日のお客様渡辺正行さん1956年昭和31年に千葉県いすみ市でお生まれになりました。学生時代は成績優秀スポーツ万能な少年で所属していた剣道部では副部長を務め千葉県6位に輝いたこともありました。そうですか。高校を卒業後は明治大学に進学、はい、落語研究会に所属し、明治大学の落ち研の名跡である始皇帝志位長の名前を五代目志位長ですね。志位長。始皇帝志位長。志位長。あの志位長言葉にご用心ってあるじゃないですか。志位長のやつだなって。志位長言葉にご用心多分もうごめんなさい。申し上げない。サザンオールスターズね、うん、大ヒット曲ですから。じゃあもうそのまま。志位長の名前を五代目だった立川志の輔さんから受け継ぎました。うん、大学在学中の1977年、うん、劇団テアトルエコー養成所に入所し、ラサール石井さん、篠介さんがお芝居やってたんですよ。ああ、なるほどなるほど、
てラサール石井さんと小宮高安さんと共にコント赤信号を結成、リーダーの愛称で親しまれ暴走族コントで渡辺さんがサングラスを外して待たせたなというこの一見何の変哲もないようにで大ブレイク変哲はあるんだよ、すごく意味合いがある言葉なんだから。そしてフジテレビ俺たちひょうきん族にレギュラー出演され、一躍お茶の間の人気者になると笑っていいともにレギュラー出演、まあね、ここで後にお笑い界に歴史を刻むコーラ早飲みの特技を身につけます。これです特技を身につけた、身につけます。もともとはなんか知らないうちに早かったの。あ、そうなんですか。もともと早かったんですね。見た、だからこの時に、ね、発見されたっていうことなんですね。練習してできたわけじゃないもんね。そうそうそう、早かったね。そして以降、個人の仕事も増えていきまして、クイズ世界は商売商売、東京フレンドパークでは司会者のサポートをするサブ MC としてポジションを確立、お笑い芸人によるサブ MC のパイオニアとして芸人の道しるべとなりました。すごいんだ、どうだかよくわかんないね。サブ MC のパイオニアすごいですよ。新しいポジションを確立されたと。そうですよ。それまで大体ほら女子アナとかね。そうでしたね。確かに、ね、お笑い芸人の道しるべとなり、また渋谷区のライブハウスラママで開催されるライブラママ新人コント大会を主催され、爆笑問題をはじめ、うっちゃんなんちゃん、サマーズ、ネプチューン、バナナマンといった東京を代表する芸人を多数輩出されました。東京芸人は頭が上がらない永遠のリーダー渡辺正行さん、本日のお客様です。はい、皆さんの一番好きな曲、思い出の一曲を伺いまして、その曲を BGM でプロフィールを紹介していますが、リーダーらしいですね。太田裕美さん、木綿のハンカチーフもなんかリーダーが好きなんだけど、ね、すごいわかります。まあ名曲中の名曲ですよね、うん、まあ綺麗だよね、いい曲ですよね、うん、はい、でちょうどほらもう、ね、こういう季節じゃないですか、はい、だからそういう出会いと別れとかね、出会いと別れとかね、いい曲ですよ、うん、なんか思い出あるんですかこの曲。いや、この間テレビで見てさ改めていいな、いい曲だな、好きな曲ありますかって言われて、はい、そのかも一生懸命コーラあったんですよ。ずっとコーラあったんですよ。本当に握ってらっしゃいますね。 TBS でほらあのベスト10もベスト10の司会をやる、ね、終わらせた男ですから、終わらせたはいらないの。壊し屋って言われてますから、壊し屋じゃない、うざ一郎みたいに言うの。ねえ、この後あってあの抜群さんが抜群さんってそこにいるから虫みたいなもんでしょ。さっき話してたんで、ね、ちょっとさっきサガネとあの久々ですか、エレベーターに久しぶりにサガネと偶然エレベーター一緒になったけど、サガネが全くリーダーに気づかなかったらしい無視してたらしい。そしたら帰らなくなってリーダーの方からおはようございますってやったらしい。かっこ悪い話で、かっこ悪くないよ、マスクしてたら分かんないよ、じゃあそろそろ、あ、じゃあもう温まったと思うんで、全然温まってない、いいよ、それとこっち、あ、こっちだからもう、あ、じょ、ん？常温ね、俺は持ってきたから常温なのかなと思ったら全部冷えてるじゃないか。今3本コーラがあるけど全部冷えてるんですよ。でも別に逆にそんな早くなくても大丈夫です、うん、別にそこまで厳密に ね、速さを、うん、あの求めてないです。そうです、競争じゃないですから。さあ、そしたら抜いた、いつものポーズでお願いします。山本さんでした、ね、山本さん、はい、山本さんじゃあ用意ドンっつってもらって、わかりました、いかがあ、立つんですね、立ちました、立つんですね、はい、あの実況をね、はい、いつもの、はい、あの決めポーズ、こっからスタート、コーラを前に出して、では、はい、いきますよ。ちょっと待って、なになになに、吹かないでくださいよ、お願いしますよ。笑っちゃう、笑っちゃうんですよ、ね、コロナ禍ですからね、気をつけながら、大丈夫です、リーダー今日もちゃんとあのモテようとしてダメージジーンズ履いてきたのもちゃんと分かってますよ、大丈夫、あんまり批判、早く飲まなくても批判しないで、批判しない、批判しないよ、バカにでは参りますよ、バカにしないで、いきます、はい、よーい、ドン、いけ、いた、1、2、3、4、5、おぉ、5秒、全盛期より、ここまでです、ここまでギャップまでがセットです、ここまでとネタ、はい、ここまででございます、5秒、ね、どうですか、5秒、すごい、早い、早いですね、ですね、本当はもっと、でも全盛期は何秒でしたっけ。いやー、もう本当にもう2、3秒ぐらい一瞬でしたよ、ガーッとね、すごかった、一瞬でもうバキュームみたいに吸い込んで、本当にあのなんかあの本気でやってたかったのね、本気でやってた番組の時はね、うん、最初伊藤の時ね、そう、
そしたら一回、あの、素人の方に負けたの。はい。負けた時に、横沢さん、横沢さんとかあんまりそんな話しないわけよ。名物プロデューサーで、ひょうきん族を立ち上げたもん、そういうプロデューサーが、わざわざ俺の楽屋に来て、コンコンつって、ガチャッ、なべちゃん、負けちゃったねって言って、パタッて閉めて帰ってったの。え？これ本気でやんなきゃいけないんだと思って。負けちゃダメなんだって、そこで。負けちゃいけない仕事だったんだと思って。それからもう必死になって、早く飲むようにして。うん、で、こうやって冷やしてやると、なかなか飲めないんですよ。そこが汚い。やっぱり違うんですね。温度が違うとそんなに飲みづらい。だから冷えてると、やっぱりキュッとこう、喉が閉まって飲みづらいんですよ。うん、だから強そうな相手にはその冷えたの大体。大体ガタイがでかいやつは早いの。で、パッと見て、こいつで早いなと思ったら、キンに冷やしたやつを用意しちゃって、それを吸って、そいつに渡すわけね。夜は普通の常温のやつを。ずるいそれ以来負け知らず。いや、それで冷やして出されたらこんだけ文句言うな。一世風靡しましたからね。それでもう本当に、あの、なんか全国的にね、ちょっと有名な。それで営業も回りましたからね。あれでもう稼がしてもらって。そうです。それまで3人一緒の仕事だったじゃん。はいはい。それが一人で行くわけになる。一人でね。そしたら営業の金が全部一人に入るの。客いじりながら。そう。そうね。30分ぐらいのショーを、はい、まずは子供の部とかつって子供だーって並ばして、どっから来たのはごちそうんだ頭。お約束でね。そんなのやって、ね、で、今度は女子だぶー、一般男子だぶーとかつって、で、最後にその優勝者を呼んで、3人でガーって飲んで、もう一番早い、すげえ。30分インタビューだけで、バターン最後に1本飲んで、すごいなぁ。すごいですね。だってさ、当時、ひょうきん族とかさ、ギャラや安かったんだよ。あの時、そうだったんですか。だからこの間、今ほら。だから下っ端だったからでしょ。下っ端だったよ。うん。だから若手じゃん。若手ですよね。超若手。一番若手だもん。ね。うん、で、だから26、7ぐらいか。うん。そんな若かったですか。うん。ああ、そうだよね。それでこの、で、今断捨離とかしてるんだよ。え？断捨離、家で。うん。そしたらそういう、あ、出てきた。の、あの、給料明細書。ああ、取ってるんですか？見たんだ。え、持ってたんだよ。持ってた。うん。一瞬、なんだろう、これと思って、開けてみたら、給料明細書だったの。うん。で、いろんな番組ばーって書いてあって、で、いくらいくらで書いてあるわけ。ひょうきん族のギャラが、赤信号、4万5千円。ええ、4万5千円。3人で4万。3人で4万。わー、安いなー。これで、だからこれを3人で3等分するから、で、源泉も引かれるから、そうか、だいたい9000、1万円いかないんだよ。だからね、でもそれはもう出るだけでも価値ある番組だから、今は人気番組ですからね。安いんだと思うけど、その時はもう、ひょうきん族に出れるっていうだけで、もう嬉しくて嬉しくて。だからその給料明細書なんかも全然もう見てないんだもん。そうですよね。だからあの頃でも、たけしさん、そのさんまさんなんかは、言ってみればもう超バブルの頃だから、あの頃散々稼いだって漫才部分でね。リーダーはその恩恵には預かってない。いや、でも仕事、だからそれで稼げるようになったの。仕事の量はね。仕事の量も増えたしね。だけど、国ちゃん、山田の国ちゃんなんかは。じゃあ、東武動物公園の楽屋でその話聞いたけど。国子さんのね。国子さんの。ギャラの話ね。よくやった。山田国子さん。トラウマなの、この人の。え？もう30年前からこの話を聞かされてた。30年だって、俺らはだから安いじゃん。はいはいはい。彼女は一人じゃん。はいはい。一人でガッともらえるし。でも本当にテレビの申し子みたいな。そうです。わーっと仕事がいっぱいあったし、営業も一人で行けるじゃん。もらってる額が違うわけ。そうなんですね。でもあの頃の久美子さんも給料制だったんですよ。そうそう。で、あの、太田プロで、あの、なんていうの、こう、封筒、現金で。現金でね。現金手渡しで。当時、手渡しだった。封筒が立ったって。立った。そうです。鶴太郎さんと入ってんだって話ですね。そう。そのもう封筒でも入らなくな、そのうちなるんですよ。紙袋になる。紙袋。俺なんかラジオ、ひょうきん族はそれこそ一番行かなかった。この間調べたらさ、ラジオをやってたのね。3時間ぐらいの、ああ、日本ぞ。そうそう。ブンブンじゃなくて、だったんだけどさ。それが、それ調べたらさ、5600円ぐらい。まあラジオはしょうがないね。そうね。大した喋りもないしね。3時間やってたの？で、終わったらさ、一人6000円ぐらいでさ、仕事をできるってことがやっぱ嬉しい。嬉しかったってことですよね。だってそれこそ同劇で
くすぶってたわけですもんね、当時はね。そうそうそう、うん。本当になんか、俺、給料明細とか本当見たことなかったの、うんうん。で、家買うときに、うん、俺30ぐらいで買ったんだっけな。千田光雄さんに騙されてる。騙されたじゃないよ。あの、何、天井から階段で出てくる。はいはい、はい。そうそうそう、ね。来たことあるよね。あります、あります。天井裏に見せびらかしって、俺の家見るっつって、行きたくもないのにみんな分かってくれて。俺の家見たいだろうって言うから、渋々行ったよな、あれな。行きました。違う、だって家とかさ、はい、30ぐらいだからさ、家とかもう見たことないわけよ。見たことあるよ。新築の建て売りなんだけどさ、ね、新築の家って、建て売り、建て売り。新築の家だから見たことないじゃん。で買うつもりもないじゃん。で、ある番組で千田さんと知り合って、うん、一緒になって、はい、なべちゃんなんかもうそろそろ家とか買った方がいいんじゃないの、うん、とても金ないですよ。何言ってんですか、もう全然無理ですよ。いい物件があったら今度紹介してください。わかったわかったって言って、はい、でまあ、挨拶でね、うん、そんな話したら。言って3日後に、うん、当時携帯とかないじゃん、はい、そうですね、家にいる時に、うん、家に電話かかってきて、電話がなって、今近くにいるから、うん、いい物件だから見に行こう、何やって不動産屋、いやすごいよね、先輩だし、うん、まあ、もう近くにいるっていうから、断れないじゃん。そうですね。怖い怖い。で、わかりました。つって、行って、夜の10時ぐらいに行って。あんま夜行かないと、ね。夜に行かないと、ね。夜見たら3回目。見えないですよね。うん、家に、なんか、家電に、だから、かかってきたのは、他に昼間かかってきたんだろうけど、いないじゃん。うん、ああ、そっか。で、今から見に行こうって、ね、見に行って、うん、で、見に行ったら不動産がいるわけも。これでも明かりがバーってついてて、縦売りだからもう、ちょっとあの、何見せるために、カーテンとかついてるわけ。うん、ああ、ちょっとよく見せようという感じ。そう、でも、見たことないから、もうすっごい綺麗に見えるわけ、夜だし。すっごいですね、これ。これいくらするんですかって、まだバブルの頃だから。もう、1億3500万。うわぁ、そんな人だ、あの家。そんな言っちゃっていいんだっけ、いや、知らないです。それはリーダーしない。生放送ですから、出てますよ、今。放送されてますよ。すよね、あれが、それがまた上がったんでしょ、でも、バブルが。上がらないよ。でも本当もうバブルの最後ぐらい、絶頂ぐらいの最初とか1億8000って言われて、1億8000ですって言われて、で、どのくらい曲がるんですかね、うん、で、千田さんに聞いてたの、どのくらいするんですか、うん、1億8000、でも1億5000、いや、僕の患者1億3500ぐらいまで負けられるんじゃないかな。で、不動産屋で聞いたら1億8000です。どれくらい、僕そんなお金ないんですけども、どれくらい負けてもらえるんですか ?1億3500万です。スパッともう数字がピタッと合ってるわ。何者なんだよ、千田さん。いや、それは、もうそこで打ち合わせがされてたんじゃないかなっていう感じですね。千田さんのポケットにもいくらか入ってますよ。何度も何度もなんかその、電話かかってて、千田さんから。渡辺君、こういうものはね、住宅ローンを組まなきゃいけないけども、うん、住宅ローン貸してくれなかったら、まあ、縁のものだからね、どこの銀行でやってんの、まだ、何、第一勘銀、第一勘銀です。あ、じゃあ第一勘銀さんが、まあ、貸してくれたら、まあ、買った方がいいと思うけども、借りなかったら、これはね、まあ、縁のものだから、まあ、残念だかもしれないけども、うん、もし第一勘銀さんがダメだったら、僕の三井住友を紹介しよう。怪しいな、それ。怪しいわ、本当に。俺ってもうさ、どんどん毎日電話かかってくるわけ。一旦 CM 交通情報です。もうすぐ落ちだったのに。知らなかった、TBS ラジオ爆笑問題の二丁さんで、ここは赤坂応接間、今週のゲストはリーダーこと渡辺正行さんです。こんにちは、渡辺正行です。さあ、ゲストの名前に合わせてそれぞれの文字で始まる質問をリスナーから募集しました。今週はリーダーの文字から始まる質問です。まあ、それ雪でいいじゃん。リーダーだったら渡辺の方が言ってる質問ってことだ。リとはじリードだから2文字しかないじゃん。そうなんです。でもやっぱりリーダーだもんね。やっぱ東京芸人のリーダーって、うん、そんなことないって。赤信号の中だけのリーダーですから。うん、だからあんな本出さないでください。東京新聞でタイトル書いてるじゃん。いや、俺が書いつけたんじゃないもん。そうで、今日はね、実は朝日本放送のサンデーヒットパラダイスという番組の代役を終えて、三宅さんがコロナになってしまわれて。そうなんですか。
だからその辺がやっぱちゃんと明治のね、市長ついてる。市長の流れで。ね、先輩。大役を。お芝居の宣伝も兼ねてね。あ、あ、舞台もありますからね。こいつだったら宣伝してくれるだろうっていう。でも大変ですね。大混乱じゃないですか、そしたら熱海頃。結構。いや、だけども、今月の末から稽古が始まるんで、本番は5月の29日からか。ああ、全然、はい、大丈夫なんですけど。そうやね。もう、三宅様も元気で、そうです。家族全員かかって。あら、本当にそうなんですか。そう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 。家庭内感染。で、そうそう。で、家族全員元気なんだって。みんな元気。まあ、よかった。無事より。それは何より、何よりですね。しっかり療養していただいて。じゃあ、質問いきましょう。はい。Dできました。ラジオネーム、佐藤くんの友達。リーちゃんと呼んでいた女性、過去にお付き合いした方の中にいましたかと。リーちゃん。過去にリーちゃんいます。過去何人ぐらいの女性とお付き合いされたんですか。あとね、131人。それは見てきた芸人さんでしょ。うまいね。ありがとうございます。ね、書いてある中に131人。ね、お笑いしたら131人。その程度じゃ収まらないですよね、女性に関してはね。いるんだよ、もう。リーちゃん？リーちゃんいる。うわ。ちょっと思い出しちゃった。どうだ、いつ頃の。まだ学生。初めて合コン、落ち券で、うん、こんなの話、こんなこと話していいのかな。どうぞどうぞ。昔だからね。そんな話しかないじゃない。金話せないでしょ、だっていっぱいある。お笑い芸人の話とか感動する話いっぱいある。落ち券に入って、落ち券の先輩が合コンやってくれたの。はいはい。で、文化服装学院の、バカじゃないの。なんて言うの。そこだからね、女子大生と、おしゃれな感じですよ、それ。合コンやって、で、なんかもう、俺はなんかもう、やったことないからさ、とにかくこう、喋りで、楽しませりゃいいんだなと思って、で、なんか、綺麗な子なんかは、まあ、そうね。ボケツ掘りそう。ボケツ掘ってね。喋りつつ、やべえ、この先やべえ、言えねえみたいな思ってるんですね。まあね、狙ってる子とかいるわけで。そうそう、そういう人は、まあ、楽しいだけの人間で、ダメで、で、まあまあまあの子が、普通のね、感じの子がいて、その子と付き合ったの。あ、そう、付き合った。言ったんですか。それリーちゃん。それリーちゃん。ここでダメだ、名前言えないよ。リーちゃんね、リエちゃんね。リエちゃん。名字は言わない。名字言わない。当時さ、新潟に住んでたのね、その子はね。あ、じゃあ東京一人暮らしだった。そうそう、それで年末に田舎に帰るじゃん。その時に上野駅まで。上野駅だよな、新潟だからね。上野駅まで送ってって。シンデレラエクスプレス的な感じで。そうそうそう。俺は東京にいるから。家の頃から。だからね、松田駅帰っちゃうでしょ。それを上野駅まで送ってって。ほいで、元気でね、とかって、気をつけてね、とかって話したら、もうちょっと寂しいね、みたいな、そういう話になって。駅のホームでね、若い男女が。じゃあ来るとかって言うわけよ。え、上、何新潟に実家に。そうそう。えで、俺も暇だったから、もうじゃあ行っちゃおうか、とか。行っても大丈夫かな、とか。大丈夫じゃないとかって言うわけ。そのまんま、行っちゃって。乗って？すごいじゃないですか、それ。劇的ですね。それで、その、家に泊まって、で、もう親にも紹介されて。新潟まで行ったんだ。行ったの。実家に。それで、何時に来たな、みたいな感じで。2、3泊泊まって。結構止まりましたね。民宿館にしてどうするんですか。すごいでしょ。でも新潟だからさ、スキーやらしてくれて。正月だからね。スキーとかやったことないのにさ、冒険できるようになって。冒険基本的なじゃないですか。それで、そういうちょっと付き合ってて、だんだんこう、まあね、別れるようになっちゃうわけよ。別れるような時期になって、で、手紙の小宮も知ってて。ああ。で、その子が手紙を書いてきたのね。で、小宮の住所も知ってて、俺の住所も知ってて。で、小宮の方に、その俺に対する別れの話。どういうこと？間違えて？間違えて？俺にはさ、お元気ですかとかそういう手紙が来て。コーヒーの方に、あなたはこんな人よ、みたいな手紙が来ちゃった。どうしてコーヒーから、この手紙が来たけど、これは俺じゃないよね、みたいな。名前知らなかったってことですか。いや、だから、封筒だから2つ、作ってで、入れ間違えた。入れ間違えちゃったな、中身を。そう。バカなことですね。兄ちゃん。
言っちゃう。俺、実家にいるときにさ、はがきが来て。りーちゃんから？そう。で、はがき一面に、はがきだよ、パッと見れるじゃん。はいはい。弱虫って書いてあるわ。何をしたんですか。何をして弱虫ってどうする。それをさ、親父が俺に届けてくれたって。朝焼きなんかハガキ来てるぞ。弱虫って。最悪っすよ。自分の息子が弱虫。俺恥ずかしくて。うん、なんだろうね。なんか心当たりあるんですか。弱虫言われるぐらい。わかんない。だ結婚迫られて断ったりとかそういうことかな。次の質問が。では続いてまいりましょう。いるんだ、いるもんだね。ねえ。ラジオネーム三丁、ダーって来ました。ダメ、お預け、みたいなことを女性から言われて興奮したことはありますか。ちょっと待ってくれよ。りーちゃん。なんでりーちゃんの実家でこんなことあったの。秋田の、あ、新潟の実家で。りーちゃんの実家ではいい、もう本当に好青年を通して。あ、そうですか。ね、スキーの板も借りて、ありがとうございます。スキーの板も。で、そういう、ダメ、お預け。それも、めちゃめちゃ数知れずでしょ。それはでもね、俺なんか意外に若い頃モテたんだよ。いや、もう知ってますよ。プレイボーイ。プレイボーイで有名でした。プレイボーイじゃないんだよ。昭和の日野翔平って言われて。昭和の日野翔平も昭和だけど。どんどんマイクから遠ざかってるリーダー。とにかくリーダーね。違う違う。でも俺そんなにだって本当にだから大学出てくるまで、うん、東京に来るまで全然真面目な田舎の。開眼しちゃったんでしょ。デビューしちゃって。テレビ出るようになって、うちの石井社長が、もう、芸人を遊ばなあかんな。昔のマネージャーさんだから、もうそういうのがもう、いろんなことが遊んで、もう芸能こなしやみたいな。で、俺らと一緒に、社長も一緒に遊ぶわけよ。すごいですね。石井光蔵さんだって赤信号より面白いんだもんね。社長芸人さんとかで。そうだ。その人が飲み代を払ってくれれば、ホテル代も払って、で、そろそろ部屋取ってあるから。で、自分の部屋も取ってある。すごい。それで覚えて。で、なんか、遊ばなきゃいけないんだ。で、遊んでて、で、その、梨本さんとかに、社長が電話するわけよ。で、ダメ！梨本さんがレポートに、レポーターで来るらしいで。石井社長が梨本さんにチクってるわけ、自分で。自分の話題作りで。話題作りが。すごいなレポーターに。これでお前テレビ出れるで、みたいな感じで。さすがすごいね。それで俺らも、最初だから分かんないからさ。なんか、梨本さんが俺のために来てくれると思うと。ああ、大物ですからね、確かにレポーターとしてはね。ウキウキしちゃうんだ。確かに、でも、梨本さんが突撃しちゃったら、それはもう、それはもう、一連の証みたいな、のがあるんですよ。だから恐縮です。あ、梨本さんだ。いやーとか照れながら、なんかもう、なんか、ちょっと嬉しいんだよね。だからそういうのでなんかこうなんかそういうねイメージがついてきたんですよ。イメージがついてきたんですよ。人のせいにしてますけどね。積極的にその後もかなり積極的に言ってましたから。ロケ中にバスガイドナンパしてたんですから。すごいですね。本当に。うちの社長も口説いたんですからね。口説いてないですよ。あれは口説いたんじゃないですか。あれは口説いたんじゃない。長くなるんで、ちょっと長くなりますからね。お知らせ。お知らせ中途半端に終わるから、そういう、みんながなんだろう、なんだろうと思って終わっちゃうじゃん。いや、そういうね、謎をね。リーダー、本のお知らせしないと。本これ大切なお知らせ。全て本に書かれてますからね。いろんなことがね。はい。関東芸人のリーダー、お笑いスター131人を見てきた男。テレビを席巻したビッグスリーほかレジェンド芸人の姿から、俺たちひょうきん族での青春、そして爆笑問題をはじめとするお笑いスターとなった芸人たちの若き日の苦悩などが書かれています。デビュー以来第一線を走り、後進育成にも力を入れるリーダー、渡辺正行さんだからこそ語れる芸人たちの物語となっています。特別対談も収録されているんですよね。はい、三宅裕司さんであるとか、俺たちひょうきん族のディレクター、荻野茂さん、ダチョウ倶楽部さん、そして爆笑問題さんとの本音の対談も読み応えたっぷりです。関東芸人のリーダー、お笑いスター131人を見てきた男、税込み1650円で販売中です。これ本屋さんに置いて置いてないところもあるんで、はい、二馬車さんのサイトから
買うと、なるほど、手に入りやすいと、うん、オンラインでぜひ検索して、はい、これ本当面白い、お笑い好きの人ももちろんそうだし、芸能の、ね、あの芸能歴史的にもことに興味ある人は、うん、本当歴史が分かるっていうかね、うん、その、はい、そうですね、今の芸能界を席巻する芸人さんたちがどういう歴史を歩んできたのかっていうのがすごく分かりますよね、うんうん、そうですよね、その売れる前から売れていく過程も全部見てますからね、リーダーだから、なんだっけ、その自分らのガハハガーキングね、ガーキングね、はい、自分らがどうやってね、はいはい、まあ、もう芸人になる前に会ってるんだよ、そうです、そうです、そうなんですか、うん、素人ですから、はっ、当時は汚い格好してる、そう、本当にリーダーには毎回言われましたよね、うん、お前ら服装なんとかしろって、必ずね、だって短パンと T シャツで舞台に出るんだよ、もう着てそのまんま舞台に、そのまんまですから、衣装とかもないですもんね、なんか最初はないですよ ね、 そのね、ステージに立つ人はちゃんと服はちゃんといいもの着なさいっすよ、そういうところから、今言われたら分かるでしょ、うん、確かに今だったら分かります、、はい、あの頃は意味が分かんない、そして舞台なんでこんなつまんないやつで、ね、そんなこと言われる、舞台もあるんですよね、はい、舞台、新橋演舞場シリーズ第8弾、東京喜劇任侠サーカス絆たちの挽歌、三宅裕司さん率いる熱海五郎一座、はい、新橋演舞場シリーズが5月29日、うん、日曜日から今年も開催されます。今回はゲストに浅野ゆう子さんとジャニーズグループ ABCZ の塚田僚一さんを迎えて、うん、区民の高齢化が進み廃業寸前の極道任侠熱海組を舞台に笑って泣ける東京喜劇をお送りいたします。チケットはチケット本松竹、電話0570-000-489または03-6745-45-0888まで、うんうん、またチケットピアほか各プレイガイドでもお買い求めいただけるということです。ねえ、浅野ゆう子さん決まってますね。でも熱海五郎ももう長いですよね。そうですよね、うん、新橋演舞場で第8弾になるんで、第8弾、ね、すごいですよ、はい、その演舞場でこうなんか舞台になるっていうのは ねで、しかもだってね、その三宅さんとリーダーとのその関係から考えるとね、え、そうですね、同じ舞台でこうやって同じ獅子座でっていう、ね、なんかもう学生の気分がずっと抜けないから、はい、ずっとやっぱ三宅さんは三宅さんなんで、そうでしょうね、うん、はい、いやテイク2の2人もそれぞれ交互に出演するという、絶対合わないという、合わないようになってますということで、ぜひね、はい、見てください、はい、ダメですよ、はい、はい、もう終わりでございます。終わりでございます。終わり、ありがとうございました。渡辺正行さんでした。ありがとうございました。何か一回サクッと締めちゃう。